こんにちは、エナジーモータースタイルです。本日 CBF125T の、動画の撮影していきたいと思います。生産国中国の車両になります。現地では結構人気のある車両みたいです。全体的に結構綺麗な車両となってます。エンジンは若干サビが出てますね。で、後ろに大きなリアキャリアついてます。走行距離が900キロ台になりますので、タイヤの溝前後ともかなり残っております。メーターこんな感じですね。シフトのインジケーターど真ん中についてますんで非常に見やすいです。指導性もよく調子良さそうですね。で、LED のヘッドライト球に交換しております。全国的にも数の少ない車両になるため、お早めにご検討お願いします。